いきなり、ね。僕も最近顔バレ案件、まあ多いじゃないですか、こういうことやってれば。なんと、僕の手術をしたチームの医師グループがいるじゃないですか。うん、まあ、7人ぐらいの部長から、うんうんうん。その一人が釣りバカで。マジで？で、こう、最初、ね、1週間ぐらいはそれは発覚、彼が言わなかったんですよ。うん、おうおうおう。で、僕も術後どうですかって見せながら、痛、うんうん、ここが痛いな、痛いっつって。で、だいぶ良くなってきて、なんか、いよいよ落ち着いてきたタイミングで、ある日の会心の後、なんか一人の人が残ったんですよ、ね。うん、で、みんな出てた後、なんだろう、なんで残るんだろうって言ったら、中さんですよね。お前、さっき言えよ、すぐ言えよ、みたいな。どんだけ集大さらさせてんだよ、みたいな。見てません、ね、YouTube で。もう、あの、スタモンで一番つきあい、大変だった時に行ってよ、みたいな。今日も見てるかもしれない。それ、もう、やっと紳士的に振る舞えるようになってから言ってくれた。あの、やはり痛め止め欲しいとか、もう、きついじゃないですか、あの、術後の3日ぐらい。